北九州市、温度計は1度を指しています。かなり寒いです。街行く人はこうして厚着をして仕事に向かっています。朝から各地で降り続いた雪、福岡県内では多くの地域で今シーズン一番の寒さとなりました。午前9時半、福岡県大戸町です。アスファルトには雪は積もっていませんが、こちらの田んぼにはこうした数センチほどの雪が降り積もっています。降り続ける雪で見通しも悪くなっています。おはよう。おはようございます。雪どうですか？楽しいです。一面真っ白な雪景色となった佐賀市三瀬村では、登校する子どもたちが滑らないように学校の職員が雪かきに追われていました。できるだけ降らないでいてくれることをですね、祈るばかりです。北九州市では雪の影響で小中学校6校が登校時間を繰り下げたほか、筑紫野市の筑紫高校では生徒が自宅待機となり、オンラインで終業式が行われました。午前11時前、福岡県太宰府市です。雪は強まったり弱まったりを繰り返しています。そして住宅や畑にも雪が積もっています。もう寒すぎます。もう学校来たくなかったです。交通機関が止まるのが一番心配です。午後1時半の東峰村です。私の体にはたった数分で雪が積もりました。そして畑を見てみますと一面真っ白になっています。雪が降ると増えるのが車のトラブルです。救援要請を受けて JAF の隊員が向かった先は飯塚市の雪が積もった峠。車2台がスリップして動けなくなっていました。僕のタイヤ自身も夏タイヤでそのままやったんで、関西から来たんで、そのままの状態で行けるかなって、Uターンしようかなって思った時にもう滑ってしもて。オートソックという布製の簡易チェーンをつけて、動けなくなった車を峠の下まで誘導します。どうしても外出しなければいけない場合は、タイヤチェーンであったりとか、スタッドレスタイヤなどの対策をしてから、出ていただくことが大切になると思います。交通機関にも影響が出ています。降雪の影響により複数の倒木が発見されたため、現在有田線運転を見合わせております。 JR 筑豊本線と日田彦山線では雪の重みで竹が倒れていたため、一部区間で列車の運転を見合わせました。水道管に保温チューブを巻くなど対策をお願いします。今朝の気温が氷点下となった福岡県大牟田市では、市の職員が広報車で水道管の凍結防止を呼びかけました。大牟田市では7年前の寒波で市内全域のおよそ5万5千世帯が断水しました。凍結して管が破裂したやつですね。余人のためにしとった方がいいだろうということで。福岡佐賀では明日昼前にかけて平地山地ともに大雪となる恐れがあり、気象台は降雪や路面の凍結による交通障害などに注意を呼びかけています。